大型で強い台風24号は昨夜から今日未明にかけて県内に接近しました。暴風で建物が壊れ、トラックが横転するなどしました。静岡市の市民文化会館の脇を通るこの道では、商店街の屋根が剥がれ落ちてしまいました。県内では強風による倒木や建物が壊される被害が相次ぎました。この風にあおられたためでしょうか、道路にはトラックが横転しています。国道1号バイパスの新藤川橋付近ではトラック4台が横転しました。また島田市や静岡市でもトラックが横転する事故が相次ぎました。最大瞬間風速は浜松市で観測史上2位となる 41.9 メートルを記録しました。県によりますと、浜松市南区の50代の男性が強風により割れたガラスで足を切るなど、県内で10人が軽いけがをしています。袋井市にあります遠州三山の一つ、霞水祭です。大きな柱も根元から倒れてしまっています。足場がぐるっとかけられているんですが、5階部分から何列か足場が崩れてしまっています。骨組み、そしてパネルが散乱しています。梅ヶ島へと続く一本道です。道路が土砂で覆われてしまっています。現在ショベルカーが泥をかき出す作業をしていますが、かなり深さもあることがわかります。県では被害の全容把握を急いでいます。 JR 静岡駅です。午前7時過ぎ、在来線はまだ運転を見合わせております。そして東海道新幹線ですが、たった今つい先ほどまで運転見合わせておりましたが、下り線が今運転再開したということで、ホームへお客さん急いで向かっています。 JR では線路内に倒木や飛来物があったため、新幹線在来線が朝から運転を見合わせました。駅の構内では多くの利用客が足を止め、運転の再開を待ちました。今日は会社の内定式で、9時までに行かなければいけないですけど、会社の方に連絡して遅れる旨を伝えようと思ってました。現金1日目から足元くじかれてしまいまして、まあ、気長に待ちます、はい、現在新幹線は全線で運転を再開していて、東海道線も昼過ぎには県内区間の全線で運転を再開する予定です。静岡市駿河区八田です。停電の影響でしょうか、信号がついておらず道路が渋滞しています。停電も続いています。静岡市内をはじめ各地で今朝の通勤時間帯に信号が復旧せず、車が普段以上に左右を確認したり互いに譲りながら道路を通行していました。午前10時現在、県内では55万2500軒が停電しています。